任期満了に伴う飛鳥村の村長選挙が昨日告示され、現職の森川雄一さんが無投票で4回目の当選を果たしました。万歳！万歳！万歳！村民の皆さんが生き生きと次の世代にバトンタッチしていける皆様方と一緒になって、未来の飛鳥を光らせていきましょう。森川さんは67歳、県の職員として30年間勤め、2011年の村長選挙で初当選しました。4期目の公約として2026年夏の登録を目指して、飛鳥藤原の世界文化遺産登録への取り組みを進めることや、若者が住みやすい村づくり、旧役場をはじめとした施設の有効活用などに力を入れていきたいとしています。